おはようございます。2012年10月31日水曜日6時5分になりました。ということで、10月も最後の1日になりました。明日からも11月ですけれども、でもって今日はハロウィンの日ですね。ということで、すいません、ちょっとですね、8時5分に始めなきゃいけないのが、8時5分って何を言ってん、6時5分に始めなきゃいけないのが、6時10分になっちゃいました。5分遅れで申し訳ないです。ちょっとね、今日のピックアップするニュースをちょっと調べててですね、遅れちゃいました。今日ピックアップするのはこちら。ずれてる。スマホでもぎれる電子チケット e プラスが導入、読み取り機不要で低コストにっていうので、スマホでチケットレスっていう、ペーパーレスのやつですね。チケットレスでこう画面に QR コードとかなんかそういうのでピッてかざしたりとか、そういうのをやってますよね。でそれをですね、もうその読み取り機とかそんなもん不要でやるということで、何のこっちゃそりゃというのがよくわからなかったんです。それでこのスマート e プラスっていうサイトを見に行って、どうなってんねんと思って見るとですね、画面にまあチケットを表示するのはいいんですが、それをですね、スマホなのでまあタッチ、パネルになってるやつですね。でこうやって画面に表示したチケットを手でシャコってやるとプチってこうね、アプリになってて切れると、要はもぎれると、入場入り口の人がピッて画面をこうなぜるとアプリがこうぶち切れるから、これで読み取り機はいりませんよっていうね、そんなことになってるんですよ。いやこれね、でもと思って、ちょっとね詳しいところがまだよくわからなかったんですけども、これなんか購入した後に誤ってこうふって触れちゃったらブチってチケットちぎれて終わりみたいな、そんなアホなっていう感じもするんですけど、どうなんでしょうね。これは多分私の勝手な予測では、会場のその場所とかそういうのを登録しといて、チェックイン機能と合わせてこう GPS とかでね、こう場所が分かってとか、そんなんなるんかなとか思ったりとか、なんかもう一つよく分かったような分からないような、で一旦ぶっちぎったものは戻せないっていう風にまあアプリでなってるんでしょうけども、なんかね不思議な気がするんですよね。その誰でももぎれるってなると、勝手にもぎられたらどうすんのっていうのもあるんですけども、まあでもただまあ勝手にもぎられたらっていうのは、考えようによっちゃまあね、普通の紙のでも紙のチケットでもこうちぎれちゃったらっていうのは、まあでもそれでも版権と両方持っていけば版権はこう回収するからあれなんで、これどうなんでしょうね。そこら辺の仕掛けがどうなってるのかよくわからないんですけれども、誤ってこう誰かがシャキって触っちゃったってんでこうちぎれちゃったっていう、まあ確かにその読み取りの装置がいらないっていうんで、どこでも使えるというのが面白いなぁと思いますけどね。確かにこういうのも出てくるのかなぁという感じはしますけども、ただ一方でこのピピってやる人のその要は他の人に触られるっていうのをその嫌がる人もいますよね。これ私成功するのかなってこう考えたときに、そのスマホの画面を他の人に触られるのをまあ嫌がる人も中にはいるわけじゃないですか。その辺がね、どうなるのかなと。で、それと、触る方も、例えば、手袋をしてこう、ピッてできるかっていうと、今、電気でやるのがほとんどなんで、静電容量でしたっけ？なんか静電気とかそれでやるんで、手袋とかしてると、こう、
感知しないですよね、スマホが。で、まあ、わざわざあの手袋の外側にあの電動性の、繊維を埋め込んでやるっていう形になってるんですけども、そういうところまでこう考えてやらないと、素手でこう誰かに触られるって嫌っていう人がね、結構私はいるんじゃないかなと。他の人に触られるのが。ね、特に、これを電話として使ってて、スマホでこう電話する人とかだったりすると、自分の顔にこう当てる部分でもあるので、あまりそれをね、こう他の人に触られるっていうのが嫌だっていうような人たちも結構いるとか、まあ、いろいろ考えると、こう面白い試みではあるんですけど、普及するにはもうちょっと、もう一ひねりなんかがいるのかなという感じがするんですね。果たしてこういうなのはどこまでうまくか。ただまあ仕掛けとしては非常に面白いと思うんですよ。わざわざ登録とかも必要じゃなくて、Facebook とかのアカウントがあれば、それで、チケットが購入できてというか、まあ購入手続きとはやるんですけども、ただその、いろんなめんどくさいことが、すべて、簡単になる。で、24時間どこでもチケットが買えて、かつそのチケットがその場で届いたものが読み取り機にかざすとかそんなことをせずに、入場できるというのは、なかなかこれはね、面白いものじゃないかなという気がするんですね。その、チェックする機能をわざわざ機械を入れなくて人が見るっていうところにね、これが見そうですよね。それがポイントになるので、果たしてこのあたりがどうなのかっていう、さあどういうふうにこれ管理するのかなっていうのとか、でまあデジタルなんで似たような画面作って似たような動きするなんちゃってアプリが出てきたらどうするのかなとかね、まあ、いろんなことをこう考えてしまうわけですけども、ただ試みとしてはすごい面白いと思います。アナログ的な手法とそのデジタルを組み合わせるっていうので、まあ、こういうものがねうまくこう機能すると、妙にその読み取り機だのなんだのかんだのを入れなくていいので、イベント主催者の方にとってはメリットもあるし、またその使う側もいろんな意味でこうメリットに預かれるんじゃないかなという気がしますけれども、さてどうなんでしょうか。そんなコーナーでもう6時17分になりました。今日はちょっとね、5分遅れでスタートしましたけれども、ちょっとこの面白い仕組み、なんか考えてみるといいんじゃないかなと思いますけど、さて、今日はハロウィンですね。10月31日ということで、もう明日から11月、早いですね。どんどん日に日に寒くなってきてますけれども、風邪などひかないようにということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。